はい、今回はね、推しの子のお話をしていこうかなと思います。アニメの方ですね、第8話が放送されるかなと思ったんですけれども、総集編でしたね。これからね、黒川茜が本領発揮するんですけれども、まさかの総集編となりました。これはこう毎週楽しみにしている人からすると少なからずショックを受ける方も多かったと思います。特にアニメ総集編にも様々な形があると思いますが、今回の推しの子総集編は振り返りそのままっていう感じも受けましたよね。まあそうあってもね、メインキャストの2人がどう解釈して演じているのかたっぷりこう語りながらね、やるものだったので、結構贅沢な総集編だったかなと思います。アクアとルビーのテロップも明快で良かったですね。で、今回のね、この総集編が放送された理由なんですけども、いくつかあると思うので、その辺ささやかれている理由について今回は触れていこうかなと思います。ぜひ皆さんのご意見や考察等あればコメントお待ちしております。いつもたくさんのコメントありがとうございます。では早速本題に入っていきましょう。まず今回多くの方がご存知だと思いますが、黒川茜のエピソードが実際の話と似ていることから、その遺族からクレームが出ているという話があります。深くはちょっと触れないんですけれども、こちらについては原作連載時にも問題視されていたんですが、赤坂赤先生がこれについて否定しておられて、そのわだかまりを残したまま現在に至り、同じエピソードがアニメ放送され再び話題となっているのが現状です。一部ではちょうど黒川茜の回だったため、その関係で今回総集編が挿入されたのではないかと噂されています。ただこちらについては公式でのアナウンスもないので、そもそも地上波でエピソードをすでに公開しているあたり、もし何かあれば放送延期もしくは中止等の判断が下されるレベルだと思います。なので、結論言ってしまうとこれは違うかなと思います。ではなぜこの総集編が入れられたのかの話なんですけども、おそらくなんですけども制作の段階だと思います。こちら推しの子に関しては、1話90分スペシャルということで、先行上映とかもあったんですけれども、同時期のアニメよりだいぶ尺が長くなっているんですよね。なので調整番組の可能性っていうのは非常に高いんじゃないかなと思います。もしくはここでも入れるようにしていたという可能性もありますよね。ただ一番違和感を覚えるのは、こちら作品がね、2クールだとよくあるんですよね。間に挟んで一回インターバルを挟むんですけども、一応現段階では1クールのタイミングなので、総集編となるとおそらく制作の過程でほぼ間違いないかなと思います。一部ではね、この90分をね、分けていれば間に合っていた可能性はあるんじゃないかなと言われてるんですけれども、いずれにせよ今回の総集編ね、結構見どころもあったので、悪くないかなと思います。正直なんですけども、切り際ってところがちょっと一番ね、ここから盛り上がるところだったね、切られてしまうと若干熱が冷めてしまうっていうのも正直なところかなと思います。来週はね、第8話放送となりますので、ぜひまた見ていこうと思います。今回こちら総集編の放送された理由について簡単にピックアップしながら掘り下げていきました。最近ね、総集編問題いろいろあるんですけれども、今回は普通に制作過程遅れている調整かなと思うので、放送中止とか延期っていうのはないかなと思うので安心ですね。ぜひ皆さんのご意見等あればコメントでお待ちしております。今回は以上になります。また見てやってください。さようなら。